U-37 は、ドイツ海軍が、かつて運用した u ボート戦型潜水艦。U-37 は、1937年3月15日に、ブレーメンの AG ベーザー社に適行され、1938年5月14日に、浸水。1938年8月4日に、ハインリッヒ修復式下にて収益し、第6潜水隊軍に配属された。 1939年8月から1941年3月の間には11度の戦闘紹介を実施し、53隻の商船を沈めた。また2隻の軍艦、イギリス海軍のヘイスティングス級スループペンザンス及びフランス海軍の潜水艦スファクスを撃沈した。その後、U-37 は最前線から交代し、戦争が終わるまで訓練艦に割り当てられた。 1945年5月8日、U ボートはフレンスブルク沖のソンダーバーグ湾で沈没した。U-37 は第二次世界大戦で6番目に功績を挙げた U ボートであった。U-37 は管理における前半の紹介ではビルヘルムスハーフェンを母校とした。最初の紹介では1939年8月19日に来た。 大西洋を4週間近く運航し、1939年9月15日に帰港した。2度目の紹介は1939年10月5日から11月8日にかけて、ベルナー・ハルトマン指揮下にて、北、大西洋を航行し、8隻の船を沈めた。1940年1月1日、U-37 は第2潜水隊軍に配属された。 1940年1月28日から2月27日にかけて3度目の紹介を行い、北、大西洋を航行し、8隻の船を沈めた。3月30日から4月18日にかけては、ノルウェー周辺の海域を紹介し、3隻の船を沈めた。5月15日から6月9日にかけては、新しい艦長ビクトル・エルン指揮下にてポルトガルとスペインを航行し、 11隻の船を攻撃し、そのうちの10隻を撃沈した。8月1日に、ビルヘルムスハーフェンを出港した U-37 は、アイルランドの西を紹介し、第二潜水隊軍が拠点としているフランスのロリアンに向かった。1940年、ロリアンの U-37U-37 は、以降の紹介任務をロリアンを母校として実行した。 8月17日にアイルランドの南西を紹介し、イギリス海軍のスループペンザンスを含む7隻を沈め、8月30日にロリアンに戻った。9月24日から10月22日にかけては北、大西洋を紹介し、6隻を撃沈した。11月28日から1941年1月14日にかけてはアフリカ北西部と、 スペイン周辺の海域を紹介し、7隻を撃沈した。撃沈した船のうち、ビシー政権下のフランス所属艦である、旧ンローヌ潜水艦スファクスは、優遇を誤って撃沈した。1941年1月30日から2月18日に、かけてポルトガル沖を紹介し、2隻のイギリス艦を沈めた。1941年2月27日に、 ロリアンを出港した U-37 はアイスランド南の海域を紹介し2隻を沈めた。U-37 は24日間の紹介後3月22日にキール港に入った。1941年5月1日 U-37 は訓練用 U ボートとしてピローに拠点を置く第26潜水隊軍に配備された。 その後1942年4月1日にゴーテンハーフェンに拠点を置く第22潜水隊軍に移され最後に1944年7月1日に第4潜水隊軍に配属した U-37 は1945年5月に自沈したイギリスの映画潜水艦ゴーチンスでは劇中において第二次世界大戦中に カナダに上陸したドイツの潜水艦に U-37 という名前を使用している。この映画は実在の U-37 が退役した直後に公開された。1943年の戦争映画アクション・イン・ザ・ノース・アトランティックではオープニングシーンの u ボートは U-37 と題されている。ありがとうございます。